広島法務局は、広島市にある法務省の地方支分部局で、広島県を管轄している。なお、局長は、管内の地方法務局を指揮官督する。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、広島市、麻生南区、秋群を管轄している。山口地方法務局は、山口市にある法務省の地方支分部局で、山口県を管轄している。 また、直接の登記事務の管轄として、山口市、豊富市を管轄している。管内市局、出張所岡山地方法務局は、岡山市にある法務省の地方市分部局で、岡山県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は岡山市北区、中区、東区、赤岩市、加賀郡木火中央町を管轄している。管内支局、 出張所鳥取地方法務局は鳥取市にある法務省の地方支文部局で鳥取県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として鳥取市、岩見郡、矢頭郡を管轄している。管内市局出張所松江地方法務局は松江市にある法務省の地方支文部局で島根県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として 松江市、安木市を管轄している、館内市局、出張所、ありがとうございます。